町の喧騒に飲まれていった創薬センター副所長の死、うん、その裏にあったのはアドデック9がセンターへもたらす莫大な利権。八神は全ての事件が何者かに仕組まれている可能性に突き当たる。だが検察は一切構わず、新谷弁護士殺害犯として現職の刑事綾部の名を挙げた。なんで？理由が分かんないよ。チャプター8、親子杯ですか。オダナ世界にようこそ。死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない。奴が新谷殺しの星だ。え？あなたには申し訳なかったが、我々が綾部を疑っていることをしばらく本人に気づかせたくなかったんです。なんせ現役警官の殺しだ。逮捕となると政治や根回しにも時間がかかる。それで今まであなたを疑っているふりを。お前は綾部とお友達だろう。奴の注意をそらすのにはうってつけだった。そっか、全部茶番だったんだな。茶番？うちは大真面目ですよ。それにあなたにとってもこれで終わったわけじゃない。綾部刑事は職務上得た情報を不正に外部へ漏らしていました。我々はその件についても徹底的に追及します。まずい。いずれあなたからもお話を伺うことになるのでは。あ、よう、ちょうどあんたの噂してたよ、綾部刑事。聞いてくれ八神、これから俺は逮捕される。新谷殺しの件で誰かにはめられたらしい。なあ、うん、驚かないのか。俺もさっき聞いたとこだから。今あんたを疑ってる連中と一緒にいる。え？みんなこっち見てるよ。あんたに弁護を頼みたい。この件で頼れるのはあんただけだ。わかった、依頼を受けるよ。俺とあんたの仲だもんな。すぐ接見に行く。話はその時に。じゃあこの決着は法廷で。そっちの担当は泉田検事。楽しみにしてる。でもあんたは誰かさんの操り人形だろ。俺の本当の敵は、その誰かさんだ。というわけで先生、綾部の弁護を源田事務所で受けてください。ったく、分かった。じゃあすぐ綾部と接見してんだろう。星野君に言っとく。ええ、とにかくすぐそっちに行きます。ああ、まあでもはめられたんだろうな。綾部が殺す理由が分かんないもんね。源田法律事務所に向かおう。星野君が綾部との接見を手配してるはずだ。はい、うん、はい、ケースファイル見ときましょうか。今回の事件ちょっと整理してみましょうか。これ？あ、これだ。はい、はい、関係者綾部が急に出てきましたね。はい、逮捕状が出された。うん、あ、この黄色い部分ですね。ちょっとでもね、短絡的すぎますよね、ちょっとね。それで、まあ実際綾部の多分拳銃から
多分銃弾が1個なくなってるんでしょうね、きっとね。その辺は誰かがうまいこと綾部の銃をパクったかなんかちょっと借りて撃ってまた元に戻してっていうことなんだと思うんですけど、その辺を立証するのが難しいですよね。だからこれからの弁護の流れとしては、その綾部が、まあ、警察ですからね、銃をずっと四六時中持ってるわけじゃないですからね、非番の時とかに銃を多分署内とかに置いてる間にとか、そういう立証になるんでしょうかね。こう完全に使ってない時間帯があったとか、アリバイがあったとかね。まずはアリバイですよね。その犯行事件の犯行時刻に綾部がどこにいたかっていう、まず立証でしょうね、まずはね。はい、星野くんが。じゃあ八神さん、お待ちしてました。すぐ綾部刑事と接見できます。タクシーで行きましょう。うん、一応みんなに声かけとこうか。はい、まず源太先生。おう、すぐ神室署に行くんだろ。うん、そうです。はい、沙織さん。綾部刑事の逮捕、もう街で噂になってるみたいです。ああ、まあ現職の警官がね、そうだよね、人殺しっていうと、まあありましたけどね、最近もね。最近というかもうだいぶ前の話になりますけども、カムロ社に。それでは出発いたします。ちゃんと手際よくちょっと知りたい情報を綾部から聞き出さないとね。現役のデカが殺しで逮捕か。ショッキングな光景だな。そんなに嬉しそうに言うなよ。こちらは源田法律事務所の星野先生。若いけど頼りになる。おい、あんたが弁護してくれるんじゃないのか。いや、俺はもうずっと法廷に立ってないから。その代わり証拠集めに回る。大丈夫、羽村の時もそれでうまくいったよ。星野です、よろしくお願いします。いいのか。シンダレはあんたの先輩だろ。もし俺が犯人だったら。まあでも綾部さんは無実なんですよね。え、あれ、そうですよね。多分な。多分なんですか。綾部を弁護する前にいくつか確かめなきゃならないことがあるな。うん、まず綾部が本当にやってないかってことですよね。今までの八神の感じ信じて、八神も無実だと信じて、これこそ全力で弁護できるっていう、そういうスタイルだったと思うんで、まずやってないかどうかってことだと思うんですよ。新谷はあんたの銃で撃たれたんだって。検事たちがそう言ってた。ああ、弾の線条痕が一致してるらしい。うん、線条痕って何でしたっけ。はあ、すみません。拳銃ってのは弾の軌道を安定させるために内側に螺旋状の溝がついてる。で、撃つと溝で弾に傷が残る。それが線条痕だ。へえ。その溝は人間の指紋みたいに銃ごとに特徴が出る。つまり拳銃ごとに全部違う。ああ。で、今回新谷の死体から出た弾の線条痕が俺の銃のものだったわけだ。じゃあ新谷先生を撃ったのは本当に綾部さんの銃だった。ああ、凶器は間違いなく俺の銃だよ。それが意味するのはつまり誰かが俺をはめたってことだ。真犯人は新谷を殺すためにわざわざ刑事である綾部の銃を手に入れた。どうやって。うん、新谷が殺された日のことを覚えてるか。俺らテンダーで飲んでたろ。カイトもいた。うん、ああ覚えてる。黒岩と初めて会った時だ。あの後俺はもうしばらく一人でいて、それから店を出た。ところがそっから先の記憶がねえんだ。なんで。何かで頭を殴られた。後ろからいきなりガツンだ。闇討ちされたってことか。場所はどこで。店の近くだったろうが、はっきりしねえ。何しろ全部急だったんで。それでも刑事か。しょうがねえだろ。おまけに気を失ってる間に場所を移されててな。あ、それで余計記憶が。
場所を？ベンチに寝かされてた。カムロ町の児童公園のベンチにな。で、起きた時周りにはもう誰もいなかった。テンダーからだと結構あるな。車で運ばれたはずだ。どのぐらい気を失ってた？1時間くらいだ。後で知ったんだが、新谷はちょうどその間に殺されてた。俺の銃で撃たれてな。じゃあ犯人に銃を奪われたってことか？いや、銃は俺の懐にちゃんと戻されたね。え？要するによ、俺を襲ったやつは俺の銃で新谷を撃った後、全く元通りに戻してくれたわけだ。たった1時間の間にな。じゃあ弾だけ減ってた？弾数も元のままだ。使った痕跡もきれいに消されてた。でも補充された弾から手がかりを探せば。量産されてる弾だからどれも同じだ。無理だな。つまり綾部は自分の銃を真犯人に使用されたがそのことを証明できない。でも警察ってその弾数とかをしっかり管理してるから減ってないっていうのはおかしいですからね。減ってればほらやっぱりお前が撃ったんだってことになりますけど、減ってないってことは使ってないってことになんないじゃない。でもあれか、撃ったったらなんか硝煙反応とかそういうのが残るのかな。あーでもどうなんだろうな、その辺は。でもおかしいですもんね。だってね、減ってるのが普通ですもんね、もし撃ったとしたらね。それはちょっと辻褄が合わないじゃないですかね。ところであんた、自分が闇討ちされたことを上には報告してたのか？してない。だって手帳も拳銃も何も盗まれたものはないし、面倒だったしよ。それに普段の素行が突っ込まれるしな。悪徳刑事の悲しさか。真っ当なデカならちゃんと報告してる。まあ認める。でも犯人の狙いはそこかもな。あんたなら騒ぎ立てないと見越して濡れ衣を着せる相手に選んだとか。全て計算済み。まあかくして現場から出た弾にはあんたの銃の洗浄痕が入ってた。それは事実ってことか？そいつを聞かされたのもついさっきだ。銃の洗浄痕が出た時点で俺は第一容疑者だろ、なのに周りの同僚は誰もそれを知らしてくれなかった。ここんところ捜査の時、黒井はいつも俺をそばに置いてたろ。あれは俺を監視するためだ。ま、今思えばだけどな。アリバイ聞かれた時は何て答えた？公園で寝てました。それじゃあ誰も信じてくれませんよな。俺は新谷をやってねえ。俺ははめられたんだよ。なあ八神、あんたから見て俺は助かりそうか？ふん、まあ大丈夫。いや、俺もバカなこと聞いたよ。あんただって他に答えようがないもんな。さあまず何から調べよう。寝てることを証明してくれる人とか、あの公園でタムレしてるホームレスとかね。ダメかな。いいか星野くん、綾部はまんまと真犯人にはめられた。俺はその前提で動く。じゃあ全面的に綾部さんを信じるんですね。綾部は刑事の風上にも置けないが、そこまで悪じゃないし頭も切れる。自分の銃で殺しなんてやらないよ、真犯人は別に。それはやっぱりモグラですか？ああ、当然第一容疑者だ。だからまずはモグラに近い人間を当たる。モグラに近いって、あ、羽村の頭？ああ。でもあの人の居場所も分かんないですよね。そうだな。でもそこはまず松金のおやっさんに聞いてみる。何かわかるかもしれない。そうですか。じゃあ僕は一度事務所に源田先生にもろもろ報告してきます。
はい、あ、ヘイタクシー、はい、そうですか。松井川に合う方法を探す。え、一直線で行けないの？もう松金に合う方法を探すって、あれなんか出てないね、印がね。あ、これなんか出てくるのかな、こう歩いてると。多分そうだね。でもずっと行ってないですしね。何しろ羽村の頭とはもう全面的に対立してますからね。どうするんだろう。あ、そういえばあのコメントでいただいたところ行ってみっかな。あの先にここにフレンドになると、一応このおちゃんにも毎回話しかけてるんで、はい、忘れられてることがあってな。この間だって80万ぐらいの売るときに忘れられてたんだよ。場所教えねえよ、うん、それはいいな、うん、80万だけは、うん、直してね、1万円で直したとしても79万の動きができるからね。フレンド、そこにコードがあるよって言われたんですよね。この人じゃないんですよね。私が知ってるフレンドさんといえばこの人しかいない。あ、なんか誰かいる？何これ？この人何？こんな人いた？全く気づかなかったけど。お、あんたいい顔してるね。名前は？矢上ですけど。なんか様子か？俺は、小野寺森夫っていうもんだ。小野寺森夫。はい。なんだ？こういうとこで生活してるとよ、珍しいもんが手に入ることがある。俺はそういうもんを取引してんだよ。珍しいもの？例えば何？ギャンブルに勝てるようになるお守りとかさ。お。うさんくさすぎる。うん、へえ、そんなのいくらって言ってんの？金はいらねえ。え？どういうこと？俺は金に縛られたくねえからこういう生活してんだよ。ああ、それなのに金でやり取りしてどうする。俺が欲しいのは経験さ。経験？面白い経験を話してもらって、その内容によって品物を渡すってことだよ。ああ、俺を楽しませられたら見返りにってことね。はい、俺から見るにあんた相当いろんな経験してそうだな。面白い話が聞けそうだ。ほう、お題は SP。SP でショッピングできる。あー、SP をアイテムに交換することができます。スキルブック。あ、スキルブックとかもらえんの？はあ、はい。おい。どうだい？俺と取引していかねえか。おう。なんか面白そうだな。いいよ。うん。そうこなくちゃな。じゃあ、今ある品物はこんな感じだ。何もある。嵐、お一応株で嵐ができる。ただね、私、こいこいと嵐、お一応株はね、クリアしちゃったんですよ、もう全部ね。あれ、まあ、お一応株は粘ったんですけど、こいこいなんか特に得意で儲かるんでね。これも、もうちょっと早く知りたかったな。でも1万って高い。俺今1万2000しかないんだよ。ほぼなくなっちゃうもん。将棋のいろはが書かれた本。次に指す点が分かるようになるらしい。はあ、え、これいいんじゃないの？教えてくれんの？勝利への道を。ただね、将棋もね、実況外で一回して、第一の試練みたいなのクリアできたんですよ。まあ、まかりなりにもルールは分かって、戦術とかも基本なものは大、まあ分かってるんでね。うん、そのぐらいは勝てるだろうと思ったんで、はい。宝刀の牌かな？麻雀で中連ポート、マジで？中連ポートといえばもう、あの幻の役満ですよ、もうね。そんなの一回もゲームですらもう一回曲がったことないよ、中連なんて。はい。高速体術の心得。足のさばきについて書かれた本。これを読めば敵の攻撃をかわしやすくなりそうだ。はぁ。だるま。これは、あれだな。うん。飾り。あ！極上マグロの頬肉コールとここにあったんだ。これ探したんですよ、これね。例の千役のおっちゃんのとこでね、素材だったんで、ドンキーからコンビニをいろいろ回ったんですけど、これどこにもなくてね、どこにあるんだと思ったらここだったんだ。あ、じゃあこれだな。まずこれだ。うん。
4つだった。それ覚えてるぞ。はい、はい、まあ、これでいいかな。本当はもうこの辺ももらいたいところなんだけどね。ああ、もらっちゃうかな、ね、もうこれも。敵の攻撃よっていうのを。はい。これで、はい。お、ダブルスウェイ。あ、ダブルスウェイいいな。はい。やっぱあんた面白い経験してるな。また話聞かせてくれや。ほう。ああ、これコメントでね、教えていただいたんで。あ、32万、二方美人。あ、ああ、八方美人の、が倍になってるんですね、ずっとね。8の倍数で。よし。これで、あ、そうだ、ダブル、せっかくだからダブルスウェイ解放しちゃうか。ダブルスウェイはね、ほんと、重要ですよ。避けるときにね。今のまんまだと、敵の攻撃1回しか避けられないんで、2回目は時間を置いてしか避けれないんですよ。あ、来た。ダブルスウェイ。これね、はい。スウェイから立て続けに行う回避。うん。より大きく。これ重要なんですよ。だから避けたつもりが当たるっていうのよくあったんでね。よし、これ解放だ。よし。これでいいだろう。うん、はい。うん、まあ、1万あるからまだね。うん。よし、まずは。松金には方法ってなんだろうな。とりあえず松金組事務所にまずは向かってみっか。うん。まず、うん、向かいましょうか。うん、まっすぐですね。どうなんだろう、松金組事務所行って。どうなんだろうね。あ、いるけどさ、トラブルなんね。八神さん、何の用か知りませんが、お引き取りを。おやすさんに聞きたいことがあるんだけど。親父はいませんよ。どこにいるかも言えません。ダメなの。どうすんだろう。あ、こういう時あれだな、シャルルだな。困った時の唯一のね、松金組のうちと口を聞いてくれる東に聞くしかないよね、これはね。唯一口聞いてくるのこいつだけだから、頼むよ東。お前なら教えてくれたろ。いるか。はい、あれ、東の兄貴に様子か。なら控えすよ。し、よかった。あ、なんだよ、また面倒事か。羽村の頭がどこか知りたいんだけど。どっかに消えたっきりだ。じゃあおやっさんはどこだ。組の事務所に。そんなとこにはいねえよ、決まってんだろ。海藤さん、親父も頭と似たような立場だぜ。居場所が知れりゃ凶霊界の的にされるかもしれねえんだ。ああ、その通りで、今安全なとこにいてもらってるはずです。ただ俺もそれがどこかまでは。それでもお前なら連絡くれば取れんだろう。俺らと会えるか聞いてみてくんねえか。わかりました。返事がもらえ次第連絡します。お前の携帯にかけりゃいいか。ああ、助かるよ。おお、意外とすんなりと。うん、どこ行けばいいんだよっていうことにはなんなかったね。綾部のこと星野君から聞いたぜ。モグラにはめられたらしいって。結局何につけてもモグラが鍵なわけか。ああ、だからまずはそのモグラとつながってる羽村の頭だ。うん、そこから攻める。地道にね。親父が頭の居場所を知ってりゃいいがな。まあ東からの連絡を待とう。うん、まあそうなっちゃいますね。はい、連絡待ちになるのか。まあそのうち来んじゃないの、ブラブラしてるからね。なんかじゃあやってる。もう意外とあっさり来るかもしれないけど。あ、カイトさん後ろから来てんの。あ、本当だ。あ、これやっていこう。殴られ屋。あれ、いない。なんだ、これやろうと思ったのにちょうどここにいたんだよ。殴らせ屋。あ、殴ってみる屋だ。いない。多分発動しないんだこういう時は。あ、ってことはデートもダメだな。カイトさん後ろからバッチリついてきてるもんね。絶対データなんかできないよ、この仕事。何しようか、じゃあ。何すんだよ、ちょっと待ってよ。エンカウントバトルしてもしょうがねえしな。